秀吉は一里もの長さの大堤防を築き、高松城を丸々湖に沈めてしまいました。また大掛かりな策できたね。心から檻にかかってきたか。この戦いに敗れれば心理的なものが大きいですね。おそらく毛利家は雪崩を打って崩壊するでしょう。逆に言えば毛利を一気に片付けないとならない、そういう事態に秀吉は追い込まれているとも考えられる。織田家の急激な勢力拡大も限界を迎えようとしている。この一戦をしのぎ切ればおそらく破裂する。破裂したらどうなさるおつもりですか、父上。信長亡き後に訪れるであろうさらなる乱世を、著作をほったらかしにして天下を狙われるなら、私は少し寂しいですね。天下への仕事のために我が子は犠牲にできないか。そこについてはうちの優しい軍師殿に託そう。ま、とにかく毛利には後がない。今は勝つことだけを考えよう。木津川口の戦いで織田軍を撃退した毛利軍だが、その後は織田の勢いに押されて劣勢となる。信長は切れ者羽柴秀吉を毛利攻めの大将に任命。秀吉は次々と毛利領を切り取っていった。やがて秀吉軍は高景の腹心清水宗春の居城備中高松城にも迫る。秀吉の軍師黒田官兵衛考案の水攻めを受け、もはや備中高松城は風前の灯火であった。そして秀吉の背後には毛利にとどめを刺すべく京で出陣の機を待つ魔王信長がいる。毛利家は絶体絶命の危機に直面していた。天神の将備中高松城の戦い。一生は夢の間なれば。隠居っぽいね、お互い。勘弁、鉄壁の包囲陣だ。まずは本陣にすべき場所を確保しようか。なら堤防前の砦が適当かと思います。全軍を二手に分けて進ませましょう。一方が砦北側より敵軍を林道方面に誘導し、もう一方が東側より砦に進入を試みます。承知しました、お嬢。では私は東側より砦に進みます。出元の動きが敵に察知されると砦の奪取は難しくなる。注意してくれ。いや、毛利の援軍じゃね。しゃあ俺様が追っ払ったら。宗春はもう悲壮な覚悟を決めてる頃だ。
早く助けないと取り返しがつかなくなる。あれは敵の援軍、急ぎ付近の味方に知らせなくては。我らの動きは敵に知られては困ります。急ぎ追撃しましょう。敵の邪魔はさせねえ。うげっ、やっちまった。よし、確保した砦を本陣にしようかな。守りは輝元に任せたよ。総大将だからね。次は南東砦を落とし、大襲撃隊を確保してしまいましょう。南東砦からなら高松城に援軍を送りやすい。ここで行ってね。うまくやれば逆に敵を包囲攻撃できるだろう。親に楽させてくれる高校息子だ。なぜ相手となる。我が子にしてくれるわ。賊なし、参る。ここで行って。撃ち取りました。ここで一手でいい。この戦果次の一手につなげなきゃ。敵将撃ち取りました。ここで一手でいい。高松城への援軍は小舟に乗せて逐次搬送しましょう。小舟なら敵の目につきにくいからね。急いで準備にかかろう。ここで行ってでいい。こちらからも援軍に兵を送ります。本陣守備は万全なので心配ありません。これで包囲攻撃作戦の準備は整った。我々も高松城に行こう。敵もすぐに我らの動きに気づくはず。急ぎましょう。峰原を死なせてはなりません。あ、それは毛利軍。大変だよ、後ろから敵が来てるよ。この絶望的な状況下で何ができる。浅野のバカは何やってたんだ。前線部隊、毛利の進軍を阻め。開門。我が手勢も動かすとし、市街地より堤防の外へ橋を架ける。橋を渡り毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払うのだ。さあ、いよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。長く足止めされれば強撃の機を逸します。それに宗春の命を急ぐのか。
奴らが来なければ城主の命一つで終わったものいつ何が起こっても不思議やな悠長にはしておれんな。敵を攻撃する攻撃そうだね、やろうです解剖急げここで一手敵将、撃ち取りましたこれぞ本領本領承知手を任せてくれるお見せしましょう力ですここまではうまくいきましたここまではうまくいきましたねここでいってでいい私こそは天下の僧侶毛利を支える意志となりました感謝の言葉もございませぬ私が腹を切れば済みましたものを宗春のような忠臣を死なせても毛利の家名は地に落ちてしまいます毛利はいつまでそんなにする信長という流れでここで言ってる信長がいるから抗いますよ参らんここまではうまくいきましたね衝撃策はうまくいきましたね秀吉と官兵衛を追い払いに行こうか全軍で敵本陣を目指そう
んと素晴らしき戦果よ。ん、親に楽させてくれる高校息子だ。織田の増援を待てばもっと楽に戦えたはず。ここで言ってそうしなかったのはなぜです。いらぬ詮索だ。増援を待つ必要がないと考えたにすぎない。私にはあなたが何かが起こるのを危惧しているように思えたのですが。そう思うならば、ケイも来たるべき何かに備えておくことだ。やるね、サイボン。ですね。無念じゃ。お見事にございますな。はい、どうも。無念じゃ。さすがですね。ここで言ってる。赤影。わしゃお前が憎うてならんわ。何を。わしはお前をめちゃんこ気に入ってるのに、どうして敵として生まれたんだ。矢を筆に持ち帰る日も近くなったかな。うまくいきましたね。こりゃたまらんわ。全軍引け。信長様の援軍を待ち再起を図るんじゃ。高影、追うかい。今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。 いえ、次に相まみえる時、彼らが敵であるとは限りませんから。こたびの戦は勝てたが、次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます。羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反、信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。勘弁。お気持ちはすでに定まっておいででは。毛利は追ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川隆景はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しだ。信長様の仇を討つ。時代が動き出すね。はい、これからです。